大気熱力学とは、気象学の中でも熱の働きが関与する気象を扱う学問である。気象熱力学とも言う。古典的な熱力学の法則を用いて、湿潤大気、様々な雲、大流現象、大気境界層の諸現象、大気安定度などを研究する。また、熱力学ダイアグラムは、後天の予測に用いられる。大気熱力学の成果は、 雲の発達モデルや対流モデルとして数値予報モデルに組み込まれて天気予報や気候の予測に応用されている。スキュー、T ログ Ps。19世紀に開発された熱力学ダイアグラムは現在も大気のエネルギー計算に使用されている。大気熱力学の理論の中では熱を輸送する重要な因子である水とその変化が大きなウェイトを占める。 大流圏においては大抵、微量成分を無視し、大気を理想気体と水蒸気により構成されるものとして取り扱った上で、エネルギー保存則、理想気体の状態方程式、比熱容量、エントロピーが保存される系である断熱過程等を組み入れて、大気の振る舞いを論じる。特化した分野では、水の相手に、大気やロゾル粒子と呼ばれるような菌質、不菌質の微粒子、 気液平衡と雲の凝結、氷床、雲粒の生成に対する微粒子の関与を研究するものなどがある。また、湿潤大気や雲の発生、消滅を論じるときには相当温くらい、湿気温度、仮温度などを用いて大気の持つエネルギーを表現する。大気熱力学は大気の断熱的、非断熱的な作用を表現するので、プリミティブ方程式を通して、 待機モデルの各公式点における待機の運動を記述するために必要である。ありがとうございます。